立憲民主党選挙対策委員長。希望の党選挙対策委員長。旧国民民主党幹事長代理などを歴任。大阪府大阪市出身。父は、生命保険会社の社員だったため転勤が多く、福岡県、奈良県で少年時代を過ごした。奈良学園中学校、高等学校を経て、京都大学法学部卒業。 京大法学部在学中、第1回国会議員政策担当秘書資格試験に合格した。1994年、大学を卒業し参議院事務局に入局。内閣委員会調査室や同会計課に所属し、議員立法や議会運営を補佐する。1999年、外務省に出向。北東アジア化に勤務し、日韓問題に取り組む。 2000年より在アメリカが衆国日本大使館に当初期間2004年2月29日、結婚と同時に参議院事務局を退職。衆議院議員の間ぶ住すの政策担当秘書に転じる。その傍ら、一新塾や早稲田大学、中央大学で教弁を取った。大西の街頭宣伝者と、 個人事務所2007年2月に民主党愛知県総支部連合会が行った候補者候補に応募。同年8月4日、同党県連は幹事会を開き、大西を愛知13区候補者として擁立することを決定した。同選挙区は2005年の総選挙で議席を失った島里氏がソフトバンクで働き始めたため空席のままであった。愛知県に転居。 2009年8月の第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で立候補。自由民主党公認で現職の厚生労働副大臣だった大村秀明を破り初当選を果たした。2010年6月2日、鳩山幸男が民主党代表と首相辞任を表明。鳩山の辞任に伴う代表選挙では菅直人の推薦人に名を連ねた。 2011年8月26日、菅直人首相が民主党代表辞任を正式に表明。菅の辞任に伴う代表選挙では、馬ぶ澄夫の推薦人に名を連ねた。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、民主党公認で、 愛知13区から出馬し、自民党新人の大見忠しに1483秒差で、敗れたが、重複立候補していた比例党会ブロックで復活し、再選。なお、大西の赤敗率98.50%は、比例党会ブロックの民主党公認候補者の中では、最も高い数値であった。同年12月25日に行われた、代表選挙では、 マブチスミオの推薦人に名を連めた。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では民主党公認で愛知13区で出馬。前回よりも約2万票を上積みし、自民党前職の大見を1万5500発表差で破り参戦。この選挙で民主党代表のカ田万里が落選。 海江田の辞任に伴い2015年1月18日に行われた代表選挙では細野武の推薦人に名を連ねたが細野は決選投票で岡田克也に敗れた2016年9月15日の民進党代表選挙では玉木雄一郎の推薦人に名を連ねた2017年10月の 第48回衆議院議員総選挙では希望の党公人で出馬し、大見を破り温泉。11月の希望の党共同代表選挙後の党役員人事では選挙対策委員長に就任した。2018年5月7日、民進党と希望の党が合流して結成された国民民主党に参加した。5月8日、国民民主党の幹事長代理に就任した。 2020年9月3日、中日新聞の取材に対し、立憲民主党と国民民主党が回答して設立する合流新党に参加すると明かした。同年9月10日に行われた合流新党の代表選挙では、泉健太の推薦人に名を連ねた。2021年10月19日、第49回衆議院議員総選挙公示、愛知13区は、 日本共産党が候補者擁立を見送った,たため、立憲民主党公認の大西と自民党公認の元県議の石井拓の一騎打ちとなった。10月27日、中日新聞社は電話世論調査の結果に取材を加味した愛知県内15選挙区の情勢を発表。13区については、大西と石井、互角の戦い。 立民支持層を手堅く固めた大西は、共産支持層は取り込めていないと報じた。10月31日、投開票。大西は、小選挙区で勝利。石井は比例復活で、初当選した。同年11月2日、枝野幸男代表は、衆院選大敗の責任を取り辞任を表明。11月27日、大西は、枝野の辞任に伴う。 立憲民主党代表選挙に関し、泉健太の支持を表明。11月30日、代表選挙は、決選投票までもつれ込み、泉が代表に選出された。12月2日、選挙対策委員長に就任。2009年6月22日、自身の選出選挙区に含まれる、知立市に対し、ブラック解放愛知県共闘会議の一員の立場から、同和 人権行政を確立するように発言している。2017年5月17から18日の厚生労働委員会においてエステ業界には陳腐な広告が多いなどとした上で皆さんよくご存知のイエスクリニックみたいになどと発言した。これについて高須クリニック委員長の高須克次は名誉を毀損されたとし大西と当主の連邦を相手取り1000万円の 損害賠償をするつもりであると即座に表明。高須は5月18日のブログで、高須クリニックはエステで集客しない。古代広告のチラシもまかない。きちんと落とし前をつけてもらうと発信しており、産経新聞の取材に対して謝罪を求めたかったが、裁判では金額しかないというので、1000万円を求める。大西氏は党を代表して質問した。 党首も OK しているはずだ。民進党が攻撃だけで好き勝手言っていて、自民党が応戦一方で反撃しないから、国会での発言が言いたい、放題なことに前から怒っていた。庶民でも怒れる、対応ができるのだと伝えたいと発言している。大西は内容を聞いていないので詳しく言えない。質問では高須の名前を出しておらず、誤解に基づいている。 法律上、名前と連絡先しか連呼できない CM があるのは現実だとコメントした。高須は、体制や当時所属していた民進党、国などに1000万円の損害賠償と謝罪広告掲載を求め裁判を起こした。2018年4月23日、東京地方裁判所は、発言は名誉毀損と言えないとして、高須の訴えを企画した。 同年10月2日、高須は控訴審の裁判所から和解勧告が来たことを報告。しかし大西は謝罪を断ったため和解は不成立となった。2019年最高裁は高須の上告を退け、3月27日付で高須の敗訴が確定した。ありがとうございます。